こんにちは、ハルアンです。今日は胡椒好きさんのための動画です。一見地味だけど料理がパッと美味しくなる胡椒を使った簡単3品をご紹介します。すごくベーシックな調味料胡椒なんですけど、好きな人は本当に好きだと思うし、私もその一人。まあ何でもかけたら美味しくなると思っている私です。いや本当にそう思わない？それでは早速作っていきましょう。じゃあサーモン美味しそう。はい、まずは一品目、玉ねぎと胡椒ソースのローストビーフを作っていこうと思います。まずはですね、このローストビーフ用のお肉、こうよくパッケージにローストビーフに合いますとか、まあ、牛ももブロック肉みたいな、ちょっと脂身が少ないね、こう牛のブロック肉を用意してください。このお肉は常温に戻しておいた方がいいです。なるべく常温に戻して、お肉が冷蔵庫に入れられて冷たくなってるものを緩めておいてください。味をつけるのはお塩です。シンプルにお塩を小さじ2分の1杯すり込みます。オリーブオイルもね、すり込みたいと思います。オリーブオイルは大さじ1杯なので、はい、すり込みます。バットの上でやってもいいし、もうこのままフライパンの上で直接ね、この作業をしちゃってもいいです。フライパンを強火に加熱します。熱くね、熱しておきましょう。もうすでにいい匂い。早いですよね。さあ、そろそろいいんじゃないかな。ひっくり返します。うわー、どう？あ、ついてるついてる、焼き色ついてる。すべての面が焼けたので火を消します。そして蓋をします。火を消したらですね、このまま蓋は開けずに、1時間放置します。たったこれだけで1時間後にはローストビーフの完成です。ではちょっと向こうにね、はい、移しておきます。次は玉ねぎと胡椒のソースを作っていきたいと思います。これがね、絶品なのよ。自分で言うのもなんだけど美味しいの。はい、玉ねぎをまずヘタを取って、今日は玉ねぎ半分使います。ラクリンチョ、繊維に沿ってスライスしていきます。ニンニク2かけもみじん切りじゃなくてスライスにします。あ、目取るの忘れてた。まあいいか。そして今日はもう一つ刻むものがあります。それはじゃん、ちょっとね、美味しい胡椒をご紹介しますよ。それはこのグリーンペッパーです。胡椒の本場インド産の希少な胡椒果実の塩漬けなのですが、爽やかな香りとピリッとしたね、刺激的な辛さが特徴です。フレッシュな辛さをこうダイレクトに感じられる胡椒なので、胡椒好きさんにはとってもおすすめです。もう本当にね、ガツンとドーンとガーンとね、刺激が来るんですよ、胡椒の。それが美味しいの。胡椒好きにはたまらない。しかも感じたことがない辛さというか、なんていうのかな、そんなすっごい辛いってわけでもないんですけど、美味しいんです、とにかく。はい、じゃあこのね、その粒のまま入ってるんだけど、この胡椒を刻んでいきたいと思います。胡椒好きさんであったら小さじ1杯ぐらいまで、でちょっと初心者だよって方は小さじ2分の1杯ぐらいがおすすめです。私は今日小さじ2分の1よりちょっと多いぐらいにしようかな。はい、刻みます。おー、切ってるそばからもう胡椒のいい香りです。ツーンとくる。フライパンに大さじ1杯のオリーブオイルを熱します。そしたら切ったね、スライスしたニンニクですを入れましょう。はい、だいぶニンニクの香りが出てきたんじゃないかな。そしたら玉ねぎを入れまーす。ドーン。見てください。
ください。玉ねぎがしんなりしてちょっと茶色く色づいてきました。こんな感じになったらもうとてもいい感じですね。こうなるまで結構強火でガーッと大胆にね炒めちゃって大丈夫です。そしたらはい、みりんを大さじ2杯、お醤油です。お醤油も大さじ2杯同量です。お醤油とみりんを入れて一度沸騰したら火を止めます。そしたら最後に刻んだグリーンペッパーを加えます。で、よく混ぜて最後にね、グリーンペッパーを入れることでピリッとした辛さがね、失われずにとっても美味しいソースが完成します。これぞローストビーフに合う玉ねぎと胡椒のソースです。美味しそう。私の目は胡椒サルサを作っていこうと思います。まずはズッキーニを切ります。ズッキーニはだいたい半分ぐらい使いたいなと思うのでこのぐらいかな。あと粗いみじん切りにしていきます。ズッキーニのね、ところどころ見える緑の皮がすごく可愛くないですか。ズッキーニみじん切りにすると可愛いんですよね。はい、切れた具材はボウルに入れます。よいしょ。次は紫玉ねぎ、ザクッと。紫玉ねぎは半分の半分、4分の1個を使います。はい、みじん切りにして真っ赤なトマトです。トマトは粗いみじん切りにします。ズッキーニとか玉ねぎほど細かく切らなくて大丈夫です。トマトはね、まあ、ちょっと切りにくいというかぐじゅっともなりやすいので粗くね、切れる範囲でザクザクと切っていきます。いい音。はい、ではこの中にもう調味料も入れちゃいますよ。まずはお塩を小さじ2分の1杯ぐらい、レモン果汁を大さじ3杯、1、2、はい、3杯目。最後にこれはケチャップです。ケチャップは大さじ2杯。色もそうだし味もね、ちょっと甘みがついて美味しいです。よく和えます。うわー、かわいい。細かく刻んだズッキーニと玉ねぎがいい感じですね。あ、待って、このズッキーニ切れてなかった。はい、最後3品目はサーモンの胡椒香るカルパッチョを作っていきたいと思います。おいしいよー。サーモン好きの方は多いはず。特に女子はみんなサーモン大好きなイメージ。サーモンは 150g ぐらいのお刺身の柵を買ってきました。で、このサーモンを2センチ角にカットしていきます。まあ、大体でいいです。角切りにしていきましょう。包丁を、私もプロではないのですが、包丁を引くようにスーッとスーッと切っていくと、こうサーモンの身がよれずにね、綺麗に切ることができます。引き切りって感じ。ボウルに入れて、最後の登場、グリーンペッパー。今回はグリーンペッパーはちょっとで大丈夫です。やっぱね、刺激が強いのでサーモンの美味しさを引き立てるぐらいのちょっとの量で大丈夫。まあお好みでって感じかな。はい、グリーンペッパーはよく刻みます。サーモンはね、ちょっとこう、なんていうのかな、贅沢にじゃないけどおもてなしとかにも使えるから、そう、ちょっと来客があった時とかにもとってもおすすめなこの料理でも、とっても簡単です。残り少ないお醤油を絞り出して、よし、はい、大さじ1杯のお醤油入れます。ちょっとね、サーモンに味をつけます。で、ごま油は大さじ2分の1杯です。ごま油とグリーンペッパーはちょっとこうね、和と洋みたいな感じがして意外かもしれないけど、実はとってもよく合います。香りと香りのいい言葉が出てこない、コントラスト、何？最
後にわさびを小さじ1/2杯ほど加えます。はい、そしたらざっくりとよく和えます。1、2、3、4、5枚、じゃん。サーモンと大葉はとってもいい組み合わせでしょ。あ、ちょっとちょ混雑してる絡まっちゃった これはちょっとボロボロになっちゃったけど、三つ葉です。ちょっとだけ三つ葉をあればでいいんですけど、アクセントにして三つ葉の葉っぱと大葉をねちょっと混ぜてあげると、なんていうのかな、大葉だけではない香りが楽しめる。まあ当たり前なんだけど、そうそう、だからねちょっとこうゴージャスな香りがします。でも日本人だからとても食べ慣れてるんだけど、なんかちょっとゴージャス、こう、わかります？大葉は千切りにしていきます。5枚ね。三つ葉のちょっとの葉っぱは粗みじんです。ザクザクと刻んでおきます。三つ葉と大葉はちょっと水に浸します。一回水に浸してパリッとさせることでね、最後盛り付けの時かっこよくなりますよ。なるべくローストビーフは薄く切った方が美味しいので、なるべく薄くね。うー、まだちょっとお肉のほんと表面しか切ってないからわかんないけど、じゃらーん、おいしそう。ちょっと分厚く切っちゃった。もっともっと薄く、うわー、薄く切れました。お家で作るとね、ローストビーフ食べ放題ってところが素晴らしいですよね。そしたら冷ましておいた玉ねぎと胡椒のソースをのせます。よいしょ、あー変なとこにやっちゃった。玉ねぎと胡椒ソースのローストビーフの完成です。冷蔵庫から出したヒヤヒヤの胡椒サルサです。この胡椒サルサもう一回混ぜてさ、混ぜてこのミニカップにね入れたいと思います。じゃーん、カリカリに焼いた食パンです。食パンを、まあ何でもいいんだけど今日は食パンがあったので食パンにします。カリカリのパンにねサルサソースをのせて、胡椒サルサをのせて食べるとたまらない。はい、食パンカットして、このサルサソースをのっけて食べたいと思います。絶対美味しいよ。サーモン盛り付けます。大葉と三つ葉をふわっと盛り付けます。キッチンペーパーでね水気を拭き取っておいたので、とっても軽々としたねふんわりものせられるはずです。炭酸が抜けてるけど一応炭酸です。最近ハマってるリンゴ酢で乾杯。はあ、じゃあまずはローストビーフから、やっぱりローストビーフから食べましょう。胡椒のピリッと感が後からきます。ずっと食べ続けられそうなぐらい美味しいローストビーフが完成したと思う。そしたら次はサルサソース、胡椒サルサをのせた食パン。おお、胡椒、これが止まらない。大人のサルサって感じ。そしたら最後にサーモンです。
サーモンって脂っぽいじゃないですか。だけどそれを三つ葉とか大葉とかいろんなわさびとかあと胡椒ねがいろんな爽やかさがこう油を包み込んでくれると言いますか、とっても美味しい3品の料理が出来上がりました。ちょっとこうレストランに来たかのような気分になれる、そんなお料理になったんじゃないかなと思います。そしてね、何よりこのグリーンペッパーの爽やかな辛さのおかげかなと思います。皆さんもぜひぜひいろんな料理に使ってみてくださいね。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。待って、私今日黒板忘れてた。あーれー、今急いで書こう。あー、すっごい下手になっちゃった。では、いきます。今日の黒板、じゃん。グリーンペッパー美味しいからね、無限大ということで、こういろんな方が作っていろんなレシピが生まれそうな無限大の美味しさを秘めているグリーンペッパーでしたっていうね、最後すごく綺麗にまとまったんじゃない？忘れてた割にはいい黒板が書けたんじゃない？どうも、皆さんもぜひぜひ使って試してみてください。ではでは、バイバイ。